いやー、円形助かったよ。お前ら全員捜査一課でまとめて面倒見てやる。覚悟しろ。すげえ。いや、ちょっと待ってよ。長さん、なんで長さんたち関係あんだよ。お、てかまだ戦うんじゃねえかよ、結局。上の世話がねえ。てかまだアタッシュケース持ってんだけど、どうにかして故郷までたどり着こう。え、アタッシュケース持ってんじゃん。ちょ、待ってよ、お前ら。お前ら、おい。これじゃ戦いづらいだろ。ほら、ヒートアクションも使えないじゃん。掴んだりして。お前、ちょ、待って。これはねえだろ。いや、1億円、逆に今いらないんだけど。ちょ、待って。なんか今ちょっと極みっていうボタンが出てきたんだけど。 お前ら、うわー、これはきついわ。 囲まれてるし、もうね。ちょっと待って。一旦ちょっと離そう。一旦ちょっと離そう。 ちょっと一旦離そう。 だからケースいらないんだって。もう一旦床に置いちゃダメなの？すげえ戦いづらいなんだけど。オッケー。やっとだよ、これ。きついな、アタッシュケース持ってて戦いづらいよ。おい、よしよしよし、進めよ。故郷だよね。おお、また来た、また来た。おお、代わりいらないんだけどな。てか上の世話がだいぶ大きくなってるね。こんなに人いっぱいいるんだ、すごいな。ちょ、マジで1億円のアタッシュケース強いな。逆に丈夫すぎて。ちょ、待て、お前ら。ちょ、本当に戦いづらい。おい。ここはもうまた、一人一人、潰していこう。よしよし。お、なになになに？この倒れた芯はいらないんだけどな。別に。故郷だよね。道封鎖されてる？もしかして。ここ、お、いけるいける。そしたらもうすぐ、うわ、また来た、また来た。 おい、日本刀持ってるし。お、何？お、1億円取られた。お前、ふざけんなよ。おいおいおい。いや。 まあ逆に助かるけどね、これ。助かるけどね、ほら。この方がね、戦いやすいけどね。うーわ。拳の方がいいんだよ。おい、ちょちょちょ。痛いんだけど、お前ら。ちょっと、念のため回復しよう。くっそ、野郎が。死ね。1億円返せ。チェスバトル。あいつ、何してんだよ、本当に。どこまで行く気だ、お前。こっちか？ちょっと道狭いな、ここ。狭いね。いや。ん？お、待て！また屋上？屋上のバトルかよ、また。ついなー。止まれよ、お前。勘弁しな。返せ返せ。終わりだ。そう簡単に渡すわけにはいかねえよ。悪いな。お、また来た。ふっふ。しつこいね。まあいいか。かかってきた。じゃ、コインロッカーの鍵光ってんだけど。おお、お前、ダッセー、ダッセー。何参ってんねん。また私のケース。ちょっとこれきついよ。ちょっと待って。よし。まずはヒールアクションで。これすげえ丈夫だな。この1億円。さすが、これ、秋山さんの私ケースでしょ。めっちゃ丈夫だな。ほら。全然壊れない。うわ、刺された。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。
俺気づいてないけど HP がもうやばい。お前ら、お前ら、おい死ね。よっしゃ、あとお前だ。おおおおお、かわしてんじゃねえよお前。上の世話がにこんなやついるんだ。ちょ待って、全然このアタッシュケースさ当たないんだけど。うん、あとちょっと、うん、おいおいおい、知れ、まだ言うのか敵。時間を食いすぎた、急がなければ。故郷大丈夫？張さん、まずいな、もうこの辺りまで連中は来てるのか。いたぞ。うおお、走り方ビビった。クソ、見つかったが、かまってる暇はない。故郷まで突っ走るしかないな。え、今度は追われるわ。逃げようっつって。ちょ待ってよ、2人ぐらいで戦えよ。おちょちょちょ待って、何してんのお前。2人ぐらいなら戦えよ。うわきついきつい。これは回復のやつだよね。ちょ待て、ちょ、どういうことこれ。どうなってん、ちょどうなってんのこれ。いや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 、待て、お、結構人いるな、結構人いるな。ちょ待て、興味、あーいや、ミスったよ。何、もう一個ボタンあったのかい。いや、ちょっとこれきついな。いやいや、お前ら早い。いや、また呼吸ついてねえのかよ。あ、ついた。びっくりしたよ。お、大丈夫？ここか、ずいぶんと分かりにくい場所にあるんだな。お嬢ちゃん、通してもらうぜ。待て！ん？はは、よくここまで来れたな。これ、呼吸まで持ってくれ。うん。よし、ここから先は一歩も通さねえ。てめえら覚悟しろ。面白い、こっちはあんたより金と店に用があるんでな、さっさと通らせてもらうぜ。何人いようが、ちょっとね、狭いんだよ。ちょ、看板持とう。これね、看板もなんか持った瞬間すぐにかかってくるんだよね。看板が壊れた。いやー、これ難易度ね、難しい。ハードだからね、ちょっと難しいんだよね。お前ら、いやー、おい、まずはひどり。あと HP 長いやついいな。おお、ちょっと待て、せっかく日本刀持ってん。うい、うわこいつら HP 長え。ちょっと考えないとな、削っていかないと。おお、大量生産の方だ。まだ死なないっておかしいよね。よし。なんだよ、刀のヒートアクションかと思ったら全然ちげえじゃねえかよ。いや、あ、刀壊れた。ちょ、痛い。谷村ね、装備そもそもないんだよね。だから防御力も低いし。よいしょ、これ一人 OK。 ん？お前何やってんの？おお、お前何やってんの？ビールケース。あら、ヒートアクション使おうとしたら。強いな。よしさばいた。うら、骨折するよ。ちょっと待って、念のためちょっと回復させろ。よいしょ、クソ野郎。いや、谷村の操作ってさ難しいな。めっちゃ時間食っちまったよ。お、大丈夫か。あ、まーちゃん、どうしたの。大丈夫か。ああ、よかった。え、まーちゃんこそ大丈夫？
あ、そうだ、まーちゃん。まーちゃんにお客さんだよ。誰？え？課長？え？谷村くん、大丈夫かい？課長？どうした、課長？え？ ちょっと待って。この終わり方ちょっとおかしくない？ いきなり、何？二章終わったのか。いや、きつかったなぁ、さっきの戦闘。もう、アタッシュケース使って人殴るって本当にやりづらいし、あと、谷村の スタイルね、ちょっと難しいなぁ。まあいいや、次進めるか。三章、真相への扉。何？何って。なんだって？あの18人殺しの事件に別の真犯人がいただと。ああ、しかもその真犯人ってのは、上野清和会の葛城だったんだ。じゃあ、あの西島康子のお兄さんは無実だったってのか。まあ、実際に襲撃したのは事実だから、無実ってことはないだろうが。それでも殺人と殺人未遂じゃ大違いだな。それで君のお父さんを殺したのもその葛城って男だったのかい？いやー、そこまでは聞けなかったんで。そうか。でもね、谷村くん、本当に心配したんだよ。一家の杉内くんから君が上野清和会と接触しようとしているって連絡があってね。大事になる前に止めなきゃって思ってずっと探してたんだから。ああ、そうだったんですか。だからこの店にいたんだ。君ね、今の上野清和会がどれだけ危険な存在かわからないわけじゃないでしょう。まあ、なんとなく、はあ。だがまあ、その葛城って男なら、まーちゃんの親父さんを殺した犯人について、なんか知ってそうだ。大きく前進したな。ああ、そりゃそうなんだが、せっかくの手がかりだってのに、浮かない顔だな。どうした？その葛城が言っていたことが気になるんだ。ん？ん？一体なんて言ってたんだ？25年前、警察は18人を殺した真犯人が、西島タイガーではなく、葛城だと知っていたにもかかわらず、その事実をもみ消したらしい。何？え？え？課長、なんか知りませんか？いや、私はほら、一家じゃないし、25年前なんて言ったら、平もいったころだったから。まあ、そうですよね。つまり、警察が葛城をかばったってことか。一体なんでまた。さあね。だが、そんなスキャンダル、公にするわけにはいかなかっただろうな。もしかしたら。もしかしたら、本庁に行けば、なんかわかるかもしれない。本庁に？どういうことですか？本庁の地下3階にある13号資料室、通称、平和の間。平和の間？ああ。そう、そして別名、不祥事の間。過去に起こった警察の不祥事の資料は全てそこに保管されている。って噂なんだけどね。なるほど、そこに行けばなんかわかるかもしれないってことですか。まあ、そうなんだけど、でも、単なる噂話かもしれないし。でも、調べる価値はある。決まりだな。ちょっと、谷村くん、よく考えてよ。その13号資料室があるのは本庁なんだよ。君のような所轄の一巡査が、おいそれと入れるようなところじゃないんだって。ふ、初めから許可もらって調べようなんて思ってませんよ。敵は殺人事件をもみ消すような相手なんだ。
入室申請なんか出したら強化されるわけないに決まってる。まーちゃん。谷村くん。早速ですが行きましょう、課長。え、僕。そうですよ。俺、本庁なんか昔一度か二度行ったことあるぐらいだし。その13号資料室ってのがどこにあるかわかりません。課長なら場所ぐらいわかるんじゃないですか？え、いや、まあ、そうだけどさ。さ、行きますよ、課長。資料室ね。本庁へ。じゃあ行こうか。タクシーでいいよね。このまま本庁に向かうか。なんか準備必要？どうしようかな。一旦ちょっとだけ進めるか。いいですよ、行きましょう。気になるしな。ああ、タクシー代は自腹で頼むよ。申請出したら本庁行ったらバレちゃうから。いえいえ、別に1000円もかからないでしょ。2000円ぐらいかな、もしかしたら。ああ、その料金が710円か。本庁まで。かしこまりました。本庁って言っても、どこの本庁なんだ。警察本庁とか、そういうのあるでしょ。よく伝わったな。いきなり入ったのか、資料室。へぇ。どうした？あれ？ちょっと待って。マップがありません。調べる？ほうほうほう。ハズレだ。え？これ一個一個調べなきゃいけないのか。あ、これか。え？これ？お、書いてある。上野義晴襲撃事件。1、事件の概要。本件は1985年昭和60年に発生した殺人事件である。1985年4月21日、正午過ぎ、東京都杉並区のラーメン店において、一人の男が6丁の短銃を持って乱入。店内にいた上野清和会総長、上野義晴を含む20人を襲撃した事件である。犯行を行ったのは、東城会構成員、西島大河、当時20歳。20歳には見えないな。しかもこんな体。どこに、こんな20歳がいるんだよ。当日は、上野義晴が2年間の刑期を終えた出生日であり、同組織の幹部複数名など重要人物が集まっていった。この情報が正しくないということは、葛城から聞いた、実際には、西島は殺していない。真犯人は葛城という。2、捜査などの経過。へぇ、お？え？あ、こいつが谷村のお父さんか？警察庁は同日、特別捜査班結成。刑事部捜査第一課から担当刑事として、谷村大義、杉内淳二を任命、捜査を開始した。お、谷村のお父さんがこれ。親父と杉内。杉内だって？親父と杉内さんが一緒に捜査を？今までそんな話は聞いたことない。なぜだ？どういうことだ？え？ふぅ。なんか、わかったの？ええ、いろいろとわかりましたよ。じゃあ、帰りましょう。え？もう？手がかりはつかめました。もうここには用はありません。課長、ではここで。俺はまだいろいろ探ってみます。そう。じゃあ、僕は先に城に帰るね。いいかい？無茶だけはしないようにね。きっとお父さんもそう願ってるよ。ええ。それじゃ。課長、優しいね。一度考えをまとめたい。故郷に戻ろう。ちょっと。杉内も一緒に関わっていったのか、あいつ。気になるなぁ。ちょっと待って。
またんかい。チンピラね。はいはいはい。ざま見やがれ。顔が。3000円か。子供じゃねえんだよ。どうしようかな。3章に入ったんだけど、サブストーリーね。谷村今12個あるんだけど、まあでも、秋山トータルでも 15? まあこれ全部かどうかわかんないんだけど、あるかな?ちょっととりあえずサブストーリーでも探してみようかな。一旦はね。特になんもなかったんで、ここもやっぱりまっすぐね、メインストーリー進めた方がいいかな。故郷、帰ろう。ただいま。おう、お帰り。どうだった?ああ、上野義晴襲撃事件、その捜査資料を見つけた。え?何が書いてあったんだ?一つだけ俺が知らなかった情報が書かれていた。事件の担当刑事、俺の親父と並んで杉内淳二の名前があった。杉内って、まーちゃんの上司の?そうだ。杉内さんとは何度となく会話をしている。だが、親父と一緒に捜査をしていたなんて聞いたことがない。俺が親父の死の真相を知ろうと必死だったのを知ってるはずなのに、だ。俺はね、長さん、親父を殺した人間が警察内部にいるんじゃないかって思うんだ。もっとも、これは気の合った桂木って男が言ってたことでもあるんだけどな。そっか、警察が相手か。大変なことになったな。まあ、今日は疲れたろ。まずは休んだ方がいい。そうだな、休ませてもらうよ。あ、そうしろ。おい、メイファ、まーちゃんに布団用意しな。またこのお店で寝んの?え、ちょっと待って。え、ちょっと待ってくれよ、これ。これ3章終わったの?また。え、早くない?いや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 、吐いたばっかりで、本庁の資料館に行っただけなのに、終わったの?いやー。4章、刑事として。いきなりだな、これ。はや。翌日。まだ持ってんのか、1億円。おい。お、警察の内部捜査に行くのか。いや、その前にやることがある。ん?ん?また持つの。お前、それは西島康子の。この中の金、1億を元の持ち主のところに返しに行く。え、秋山さんと会うの?元の持ち主。スカイファイナンスという町金だ。天海通りにあるらしい。1億なんて大金。長い時間持ってたら、利子がいくらになるか分かりやしない。いや、利子もなしで返さなくていいって秋山さん言ってたけどな。秋山さんに返しに行くの?あ、まーちゃん、行ってらっしゃい。ああ。スカイファイナンスへ向かえ。久々に秋山さんに会えるの?嬉しいけどな。まあこれ4章か。いきなり。まあこれね、1億円持ってるし、あの寄り道できないんじゃないかな。ここはやっぱり、一旦ね、まっすぐ行った方がいいな。いやー、懐かしいな、ここの道。一番最初の主人公秋山さんね、よく通ってたけどね。ここがスカイファイナンスか。ずっといなかったけどね。お、鍵開いてる。おい、誰かいないか。お、いたいた。え、うわ、懐かしい。どちらさん?あんた、秋山さんか。そうですけど。あんた、どこかで。序盤でやったじゃねえかよ。あんた、この前の。
そうだな。そうか、あんたが安子さんに金を貸した男だったのか。安子？安子ってリリちゃんのこと？どうしてあんたリリちゃんの名前を。へえ謎の再会、再会というか謎の初対面だねまだ3月ね、集金日って丸ついてるけど、花ちゃんはもういないよね、この時期は。寂しいね。そういう頃だったのか。何も聞かされてなかったのか。ああ、聞かなかったからね、深い理由があるとは思っていたけど、まさか死刑囚の兄を救うために金が必要だったとはね。もっと早く俺のところに来ていれば、柴田組の連中を殺すようなことをしなくて済んだかもしれないのに。だが、葛城が約束を反抗した以上、その金ももう必要なくなってしまった。彼女に代わって、俺があんたに返すよ。いや、いい。え？何言ってるんだ？その金は受け取れないって言ってんの。どういうことだ？どんな事情あれ、その1億は彼女に貸したものだ。彼女から返してもらうのが筋ってもんだろ。もう一回リリちゃんに会いたいんじゃないの。でもそれじゃあ、あんたが困るんじゃ。刑事さん、俺はね、金なら腐るほど持ってるんだよ。それにね、金儲けしようなんて考えてない。最悪、その金が返ってこなくてもいいとすら思ってる。は？俺はさ、金を貸す価値があると思った人間にだけ金を貸してるんだ。金を貸すことで、その人間の人生がどう動いていくのか、それに興味があるだけなんだよ。わかるような、わからないような理屈だな。とにかく、その金は受け取らない。彼女が直接返しに来るまではね。で、今彼女はどうしてんの？沖縄に行った。お兄さんが数日前に沖縄の刑務所に移送されたらしい。だから死刑の執行されるときは、せめてすぐそばにいたいと。やっぱりいい女だ。え？俺はね、谷村さん、彼女を好きになっちゃったんですよ。惚れたってこと？その通り、俺はもう一度リリちゃんに会いたい。でも残念ながら、今俺とリリちゃんを繋いでるのはその金だ。つまり、その金を受け取っちゃうと、俺とリリちゃんの縁は切れちゃうってわけ。金の切れ目が縁の切れ目。そうね、悲しいけどそういうこと。でもさ、もっと悲しいのはさ、新井さんの方の話だよ。ん？新井？お？ちょっと失礼。誰か電話来たん？もしもし。あ、木戸ちゃん？木戸ちゃんから電話あったね。しばらくぶりだな。どうした？新井さんは見つかったのか？え、三島？まさか三島って、あの時の上野清和の片割れのことか？ああ、そっか。わかった。とりあえず、そのことは俺に任せておけ。また連絡する。それじゃ。誰からだ？今、新井を見つけるとか言っていたようだが。よく聞いてたな。木戸だ。あの、新井さんの弟分の男だ。何？あんたにはまだ話していなかったが、実は俺、その木戸ってやつと協力して、新井さんのことを探しているんだ。どうして？新井さんに死なれちゃ困るからだよ。柴田組は上野清和かと、手打ちのために、新井さんを血まなこになって探していたからね。新井さんが柴田に捕まる前に何とかして俺たちで身柄を確保しなきゃってさ。って言っても、さっきのあんたの話が本当ならとんだ見当違いをしていたってことなんだけどね。あんたと新井の関係は？俺が一方的に肩入れしてるだけだ。別に企業射程とかそういうのじゃない。ああ、しかし参ったな。まさか新井さんが葛城とつるんでたなんてな。
そういうことをやらなそうな人だけど、思ってたんだけどな。で、今の電話の内容は何だったんだ？ん？ああ、あれ？なんかさ、新井さんを探していた木戸ちゃんがさ、偶然あの、トンパチ事件から行方をくらましていた上野清和館のチンピラを見つけたんだってさ。チンピラ？上野清和館の三島って男、新井さんがこのビルの下で撃ち殺した井原って男の弟分がね、その男がどうかしたのか。なんかさ、その三島ってのが洗いざらい全部喋るから身の安全を保証してほしいんだってさ、警察に。警察に？ああ。ああ、それで信頼のおける刑事を紹介してほしいんだと。自分を上の清和会から守ってくれる刑事さんをね。だからさ、あんた言ってよ。簡単に言うなよ。え、俺？そう、だって鉄人じゃんか。あんたの話じゃ警察って組織はかなりの悪の集まりみたいだしな。杉内さんもあんたの上司も当てにならないんならあんたが行くのが一番でしょ。どうして俺が？案外あんたの追ってる事件の真相に近づいちゃうかもしれないよ。何？俺の読みじゃこの前の金村工業と上野清和会のドンパチ事件、あれはあんたの親父が関わった25年前の事件と繋がってる可能性が高い。事件の関係者が被りすぎてる。確かにね。